どうも田沢です。どうも渡部です。第100回です。いやーとうとう来ちゃいましたね。はい、早かった。いやあっという間でしたね。まあ100回とは言いつつ、あのエピソードの数でいうともう140回ぐらいいってるんですよ。まあアフターショー込めるね、うん、でまあ合わせてまあぼちぼち1年経とうかなみたいなね、うん、感じっていう、まあ、ちょうど100回プラス100回で、まあ、ちょうど1年みたいな感じになりそうっていう、うん、あのこの間100回記念どうしようかって言ってて、ちょうど2人で作ってる音楽をお披露目しようかなって言ってたんですけど、はい、実際頑張って作ってるんですけど、うん、もうちょっと詰めていきたいなみたいな感じで、まあ、ちゃんとなんでブラッシュアップした、はい、うん、だから制作過程のデモとしてティザー、はい、ティザーとしてティザーね、うん、そして、今、BGM で流れてるんですかね。流しましょうこの回。流しましょうか。この回はまあこのディメンション、ディメンション、ディメンション、ディメンションっていう曲なんですけど、うん、じゃあ流れてるんだったら、じゃあこの曲、この曲はちょっと落ち着かなくないですか、うん、大丈夫ですかね。結構 BPM がね、あの 走ってる時に合いそうなぐらいのテンポなんで、ね、126ってあれそういうリズムなんですよね。そういうリズムです、うんうん、完全にハウスとかはね割と相性がいいんですよ、その、うん、あのパンプアップとかトレーニングに、うん、そうなんですね。そうそうそう、あじゃ あそうなんですね。あそう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 、あの心拍数が近くなるじゃないですか。はいはいはい、であの呼吸のリズムも限りなくあの近いんですよ。あのちょうどテンポが合うというか。なるほど、うん、じゃあ逆に言うとなんかあれですね、その運動用のコンテンツとしてハウスの BGM で流すみたいな、まあ、そういう企画もできそうですね。あできそうですね、うん、僕らなんとなく寝る前ぐらいのノリでやってましたけどそうなんですよ、これ、ね、寝る前の感じだと結構落とさないと、うん、常に BPM 的に、ね、だからいつも寝てる時に聞いてる人が聞いたらびっくりするかもしれない、うん、そうちょっとねあの早くなるんで、そうですよね。いつものその80-90bpm ぐらいの感じとはちょっとテンポが、うん、まあでもいいんじゃない100回で盛り上げるテンポとして、そうですね、今回は、うん、あとこうあれは永遠に続いていく、永遠にループできる曲なんでね。そうそうそう、今もループしてるのかな。うん、ループしてるんですかね多分ね20往復ぐらいできる、あいや10往復ぐらいできるかな。そうですよね、うん、まあまあそんなこともありつつどうですか、はい、100回、まあ、まだあと1ヶ月ぐらいでね1年、あでさっき あの曲、はい、あの正式なお披露目は、うん、ちょうど1周年記念ぐらいで1ヶ月後ぐらいにしようかな。はいはいはい、12月頭頭ぐらいですね。そうですね、その時にまで、うん、まあ1ヶ月かけてブラッシュアップ、まあ、できるでしょう、しますんで、はい、それあれば、うん、お楽しみに。あ YouTube とかにね上げたりとかしますんで、そうですね、うん、はい、あれはあれですか、あのフリーのなんですか、あの フリーの音源として上げちゃっていいんですか、なんか田沢さんの作曲ですか、ね、上げて使い道あんのかなあれ。いやいや全然あるなんか全然あると思いますけどね、うん、YouTube サウンドライブラリーとかに上げられるんですかね。上げられ、ね、るんじゃない、まあ、あとはだからその本当に音源をもうそのドロップボックスとかに上げちゃって、あとあのピアノだけで公開してもいいかなと思ったりするんですが、自由にミックスしてください。いいね、うん、そうすると僕のピアノを元にリズムつけた和田さんとしてはライブラがたくさん生まれる感じになりますけどね。あ確かにね、あの音源を使っていろんなそのパターンが出てくる、うん、本家が脅かされることにそれは全然、それは全然僕はアマチュアなんで全然それはいいんですけどなんかそういうのもねあるといいかなと思うんですけど、うん、はい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 、どうですか1年近く100回配信して和田さんとしては、特に僕よりも和田さんの方がなんかあの発信っていう経験はなかったはずだから、そうですね、うん、まあ、SNS も一切やらないですし、なんかその制作物とかもね、うん、あのいわゆる個人としてはね、うん、なんかパブリックに何かやるっていうのはなかったんで、だから結構最初その不安だったんですよ、うん、あのやっぱり自分の生活をまあさらけ出すことにもなるし、はいはいはい、まあ、顔とかは出してないにしても、うん、まあ、一定こうパーソナリティとかね、その生活は見えると思うんで、うん、そのいやそもそもなんかネタがあり続けるもんなのかなっていうのを思ってたんですけど、ね、うん、まあ、意外や意外に、まあ、ネタ不足ではあるけども話したいことは結構あるもんだなっていう、うんうん、あとね、あのタイミング的にね、やっぱね、あのコロナか、はいはいはい、まあ、コロナウイルスでこういう、まあ、今のこの感じの世の中になっていくっていうプロセスを経たじゃないですか、はい、なんかその中でね結構やっぱポッドキャストがあってよかったなっていうのを思う機会がね結構あるんですよ、そうですよね、やっぱりもう本当仕事をしてても僕今本当、ね、家でこうずっとやってて、うん、まあ、かなりこうこのなんて収録の機会なかったら基本的にずっと家にいるっていうスタンスにもなるし、まあ、これ田沢さんも一緒かもしれない。僕なんて一人暮らしですからなおさらなおさらですよね、うん、ずっと一人みたいな
いやだからちょっと言い方ですけど、そうで僕もね、なんかこうリズムとしてね、やっぱあのこういう自己研鑽とか自分の発信のために外出てっていうルーティーンは結構今年結構唯一ポジティブなアクションだったかなっていう、まあいろいろ始めてはいるけどポジティブなアクションとしてはね結構大きかったんですよ本当に。なんか100回、まあ、こんだけ意外とね続くもんだなと思いつつ、うん、やっぱ続いたのはやっぱりこれ自体が楽しくできたからかなと思ってて、やっぱりリアクションを判断基準にしてたら続かなかったなと思うんですよ。まあそうですね、結構これよくあると思うんですけど、うん、なんかこう例えば YouTuber とかになろうかなと思って始めてみたけど、うん、全然見られないからやめちゃうとかあると思うんですけど、いやでも新しく発信したものって最初全然見られないし聞かれないから、まあね、いやそこでなんか気にせず続けられる要因がね、うん、何か持てるかどうかっていうとこかなと思って。まあ確かに確かに、うん、で僕一人だと多分続かなかったと思うんですよ。やっぱだから小田さんのねこう喋れる機会がねあってっていう、それ自体が楽しくできたからっていうのがあるかなと思うんですけどね。確かに、あでもそれはそうかもね、うん、目的としてそこをこう目的にしてないですよね。そうそうそう、うん、なんかいやなんか特にさ今年なんてもうそのコロナの話もあったし、うん、まあ、いわゆるこうポッドキャスト元年みたいな言われ方もしてたりしてて、すっごい音声配信する人が増えた年でもあるわけじゃないですか。うん、まあ、そんな中でね、いやなんで俺らのコンテンツ伸びねえんだみたいなことやってたら確かにやめたかもしれない。うん、そう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 、うん、確かに確かに、うん、まあ、とはいえまあ聞いてくれている方がやっぱね、まあ、少なからずこういらっしゃってですね、うん、たまにお便りとかもありがたいことにいただいたりとか ね、 なんかそういうので結構、まあ、励まされつつ、そう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 、やっぱりこうこんな話でも聞いて僕のねダ話でも聞いてくれるんだっていう、まあ、感謝の意味もあるし、うんね、だからなんか僕らが楽しくてやってる続けてるだけですけど、やっぱり聞いてくれる人も結果的にこう増えたりとかしてて、聞いてくれる方が増えるとなんか価値ある話をしないとなと思って、ねね、勉強もしたりとかねするし、そう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 、まあ間違いなくインプットの機会はやっぱ増えましたよ ね、 ね、なんかいろいろこう社会のことを把握しようとしたりとか、あとはその自分が今までその掘り下げてこなかった領域を、あえて掘り下げたりとかするようになりましたし、あとねやっぱねちょっとねこれ本当なんていうんですかね、今1年足らずで本当手前味噌な感じなんですけど、はい、ちょっとだけお話が上手になったかなと個人的には思ってて、だいぶこれ本当あれですよ、社会生活の中で役立ってるんですよ、うん、この。あ、そうですか。そう、話し方とかね。僕は実感ないですね。だって人とあんま喋ってないっていうか、その緊張感を持って人と話す機会が全くないから。そのね、会社のハングアウトのミーティングでもね、もう声も音声もオフになって、僕はね、声とほとんどそうビデオも音声もオフになってますから、うん、活躍する場面がないんで。いやきっと活用するときが、うん、いずれ来ると思いますよ。でも確かに初めて1ヶ月ぐらい経ったときは、パフォーマンスとして喋るってことを始めたばっかのときは、ちょっとこうあれ意外とちょっと上手くなったかなって思ってたんですけど、うん、もうすぐ忘れましたね。だからそう特に気のせいだったなって思って1年経ちました。いや多分ね、そのなんか何かのきっかけで誰かの前で話すときとかに多分絶対ね効果は出てくるとは思いますけど、確かに和田さんはポッドキャスト始めてから、うん、ポッドキャスト始めた頃は僕も同じ会社で前職してたんですよ。で始めてから人前で喋る機会がありましたもんね、和田さん。確かあって、あったあった、あって、うん、なんかこうちょっとこういつもよりも流暢に喋れた気がするみたいな言ってた気が、そうあったあった、うん、そうなんですよ。結構ね多々あったそういう場面に出くわすことは、うん、だからすごいこういうね役立ってますよ本当に。なんか僕も、うん、周りの人からこのポッドキャストのリアクションとか聞いて思うのが、うん、結構やっぱりあんだけこういろいろ喋れてすごいですねって言われることあるんですよ、うん、だけどそれって僕らって喋りたいこと喋ってるだけじゃないですか。まあまあまあ、だけど聞いてる人からしたら自分の知らない話とかをしてる人だから、やっぱさぞそのいろんなことを知った上で喋ってるんだろうっていうような印象になるんだろうなと思ったんですよね。ああはいはい、僕らも人のポッドキャスト聞いててよくこんな話ベラベラ喋れるなって思うじゃないですか。思いますね。多分ねそういうことだと思うんですよね。確かに思った以上にみんな自分の好きな話しかしてないだけだっていうことはあると思うんですよ。まあね話したい、そうなんですよ、うん、
だから話したい、だから意外とね、だからそういう意味で思うのは、意外と話したいことがあるんだっていうことに気づかされた気がする。なんか言いたいことがあるんだっていうね。意外とみんな自分なんかにあの発信とかできないと思い込んでる人多いと思うんですけど、したらしたで同じような目線で見られるから、ぜひやってほしいなと思いますけどね。いや、そう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 。ねえ、まあこれあの、なんていうんですかね、まあ、前も音声の配信の回のとか前にも結構いろいろ話したことあると思うんですけど、やっぱね、あの田田さんのおっしゃる通りね、あの音声系のコンテンツってやっぱ炎上しづらいっていう、やっぱすごいいい特徴を持ってるらしくて、はいはいはい、で、まあ、あとはその聞き流して人の生活にこう組み込める、うん、その環境音として流せたりとかするから、うん、結構自然にこう人の生活に入り込める余地があったりとか、あの結構ね、なんか映像のコンテンツのポジティブな面もあるんじゃないかなって思うところもあるんですよ、ね、参入しやすかったりとかするし、しかも声だけっていうところでやっぱ言うと、例えば僕なんて多分言ってる話をテキストにしたら結構取りあると思うんですよね。だけどあのこういうふうにこう喋ってるとこういう性格の人が喋ってんだなっていうのが伝わるから、はいはい、確かに、あの熱、なんか温度が伝わるの、ぬくもりが伝わるのかもしれない、人としてのね。確かに結構きついと時あるわ。その田田さん内容はそうなの。そうそうそう、でも穏やかに喋ってるから、なんかそういう風にはあんまり受け取れないというか、はい、あ、はい、わかりました。お楽しみのところ失礼しますって言われたんですけど、なんかすごいドキッとして怖かった今見られてるのかな、なんかで、あとだから穏やかに喋ってるとね、なかなかそういう風に受け取られなかったりとかして、やっぱ音声だと割と本音を言っても大丈夫なんだろうなって思ったり、まあ、そうですね、なんかまあその人となりがあった上でこう話を聞いてもらいたいとか、まあ、顔は見えないからあれですけど、だから要はいろんな主張には悪意がないってことが音声だと伝わるんですよね。あ、かもしれないですね。ねえ、まああ、まあ、当然なんか僕らが前提いろんなものにリスペクトした上で話してるっていうところは、まああると思うんですけども、なんかその熱量と意思が伝わりやすいのかもしれないですね。あの、そうですね。逆に声だけだっていうのは結構、はいはいはい、そのある意味なんか物事をこう人に伝えたいとか、あの話を聞いてもらいたいとかっていうのは結構有用な方法なのかもしれないなっていうのはね、まあ、って僕らが思い込んでるだけでめちゃめちゃ聞きながら憤ってる方もいるかもしれない、イラッとしてる人もねいるかも。ちょっとね、あの言葉尻ね、あのちょっとあの何ありな時も特に僕とかちょっと言葉遣いが悪かったりするので、ね、ちょっとね、行き過ぎてたまにカットしますからね。カットしてる。そう、結構ね言っちゃいけないこと言ってる時が結構あって、いや、まあ誤解されそうだなと思ってカットすること多いですよね。うん、そう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 結構熱こもっちゃうというかね、やっぱあるんですね、特にでも来年こうしていきたいとかないですね。でもね、なんかこう、なんかこれが、いや僕でもね、これがいいなと思ってて、なんかそんなね、はいはい、豊富ないんですよ。だからもう本当コンスタントに、そうですね、これを続けていくっていう、なんかあります？僕は来年はもっと頑張ろうと思います。おそれでも自分の人生をでしょこの番組を自分の人生自分の人生、いやそれはそれでいいです。結局これの番組の発信が自分の人生の、あの、あ、まあ、が反映されてるから、なんかもう少しこうエキサイティングなあの発信ができるように、確かに、アウトプットをもっとしようと思ってます。アウトプットはいいですね。なんかもっと世の中のためになることを頑張ろうと思いました。まあ、まあでも今年は今年で、なんていうの、あの YouTube のその、あのエディットできるね、あのクロメイクステーションを作ったりとか結構いろいろアウトプットはまあしてましたよね。まあ、そういう路線でもう少しこうなんか、もうちょっと数増やしてくる感じですかね。いや、やっぱり僕自身もいろんな人のあのためになるコンテンツを享受してますから、やっぱり僕自身ももう少しなんかね、なるほど、できないかなって。なるほどね。まあ確かに、あ、もうそれはあるかもしれないですね。なんかやっぱりでも憧れとしては、やっぱその教養系のなんかその情報を発信してる人たちみたいな、なんか結構純度が高い、本当にその教養なるネタみたいなのもなんかできたら、だから本当はね、YouTube でこの番組を YouTube でロケしたいんですよ。
ロケね、いろんなとこ行って、はい、その場で歴史的なね、はい、とことか行って、はい、あのいろいろ喋るとかねやりたいなって思うんですけどね、はいはいはい、やりましょう、うん、Google マップ上でああなるほどねそれはそれでいいかもしれないです、まあ、これはこれで面白いかもしれないですよね、うん、まあでも、まあ、Google Earth で地球を見ながら喋るってどうですか面白いですね、ワタさんの世界観になりますけどね、これ完全に僕のそうですよ、地球をくるくる回しながらくるくる回しながらすげえ南極ってすげえでけえなみたいな話を多分するんでしょうね。あえて国とかにフォーカスせずに地球として見るっていう、はい、地球あもうそのねそうそうそう抽象的な像として見るというね、うん、メルカトル図法をもう絵として見るっていう、ね、そう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 いやいいんじゃないですかね、うん、そういう切り口、うん、まあ、あとはまあ近場でなんかもしその巡れるところがあれば実際そのロケ形式でね行っても本当に面白いかもしれないですし、その神社の一角で収録怒られそうですけどはい、はい、とかでもまあ全然もしあればなんか企画を提案していただければ、ね、はい、靖国神社とかでやります。結構まあとんがってるコンテンツです。だいぶ偏りますね。何かの思想に偏りそうですね。なんかね。そうですね。それ意味は意味が分かんないしね。その靖国神社配信してる意義が分かんない。逆に靖国神社で収録して偏らない方が難しいかもしれないです。そう難しいです、うん。なんかもうそれはなんか圧倒的に意思がないとできないとか、その靖国参拝問題みたいななんかその。なんとなく来年社会派にもっと寄っていきそうな気がするんで、その辺をコントロールしましょう。そうですね、うん、最近ちょっとより社会派になっちゃってるから。コメディですから我々、あくまでコメディ、そうそうそう、あのね、喜劇としてやってるんでこれパフォーミングアートとしてやってるそうそうそうこれね、うん、確かにちょっとそれ意識したいですよ。最近ちょっとね、うん、なんか異常に真面目なだから気がする、うん、こうおふざけしたコンテンツって、うん、あれちょっとダメなのかなって思っちゃう時ないですか、やろうとしても。なんかうん、あるなんか後戻りできなくなってきて、そう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 で、なんかもう堅苦しくしないようにって言ってる、そのアフターショーみたいなとこでもすんげえ真面目な話したりするし、ね、なんかね、あの最初の頃の方がね結構意外に肩の力抜けてる。いや本当ですよ、うん、100回記念だから、うん、第1回のリンクを貼っときましょうか。いやそあれあんま聞きたくないですよ、あの第2回第3回ぐらい。あでも程よく力がね抜けてますよね。なんかなんか何を話してんだっていう話してますもんね。そうそうそう2回3回、うん、でやっぱ第1回とかってその、うん、最初から聞いてくれる人がいるから、うん、第1回で誤解されたくないから僕タイトル後で変えましたからね、テスト配信って。あ変えた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 、そう、 あれをあのちょっと第1回としてカウントしないでほしい。そうなんですよ、もう大体ポッドキャスターの初回って黒歴史になるんですけど特に僕らのあれ黒歴史さ、あの子もわけわかんないもん、あの子も音も悪いし、そう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 、わたさんの部屋だし、そう部屋だし、ね、寒い部屋で、いない部屋だし、そう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 なんか趣旨もなんか、うん、何も話してなんか話ですし、ね、まあでも100回もやるとね、なんとなく固まってくるもんだな。いや固まってきましたね、うん、ただやっぱ僕はあの骨折した回とか思い出してもうちょっと雑な話したいですね、なんかね本当ね。しかも DJ はたやっと骨折できるっていうわけわかんないタイトルですか、タイトルみたいなんですよあのタイトルもなんか何回か変えたような記憶あるし、なんかその後で変えてその後変えてその後変えてその後、そのちょっとね、まあそういう脱力ネタもねちょっとやっていきましょう。なんか、はい、まあ、そこはバランスっていう感じで。そうですね。はい。まあ、じゃあ今後とも引き続き。今後ともですかね。はい。はい、じゃ曲の方は、そうですね。こう、ご期待、はい、今流れてるものがデモで。はい、デモでね。ちょっとね、iTunes とかにも、あの、Spotify とかでも聴けるようになるんで。え、そうなんですか？はい。いや、僕はそうします。あ、配信するの？はい。そんな。すごいですね。やりきりますね。はい、あ、まあ、それはちょっとありがとうございます。はい、そんな企画に参画させていただいて。緊張感持って仕上げてください、和田さん。あ、なんかすごい急にプレッシャー、そういうプレッシャーのかかたしてくるんですね、はい、なんかね、あの。世界的にデビューする形で。
あ、そうですか、はい、じゃあちょっと頑張りましょう。じゃあ、はい、ちょっと最後の追い込みのところは、はいはい、Spotify でも音楽の方でもポッドキャストの方でも活躍する人たちになりたいと思ってますから。そんなマイルストーン持ちますね。マイルストーン持ちます。いやいや、ただのコメディ番組だ雑談番組だと思ったんですけどそういうことだったんですね、はい、ああじゃあちょっと記念すべきデビュー曲になるわけなんで、ね、はい、頑張りましょう。じゃあ、まあ、またね、はい、第200回とかに向けて引き続き、はい、応援していただけると、ね、続けるところを頑張っていかないとですね、はい、ね、はい、今までありがとうございました。はい、本当にお世話になりました。はい。